電子グローカルニュースの時間がやってまいりました。ナビゲーターの小西亮です。この番組は伊勢新聞社協力のもと、まさに電子の言葉通り7つの実を超えて三重県内外の情報を世界に伝える地域情報番組です。本日は11月23日月曜日から11月29日日曜日までの伊勢新聞の中からピックアップ、女性の県内起業を応援、伊勢新聞政経懇話会33総研伊藤氏講演、鈴鹿多言語チラシでコロナ予防啓発、伊藤佐藤さんが講演エネルギーミックスを、農業従事者40万人減、以上5つのニュースをお届けします。それでは最初に11月23日月曜日8面、女性の県内起業を応援の記事からです。三重県内で起業を目指す女性たちを応援する With チャレンジショップ in カーサが22日、四日市市日永西市にオープンしました。ショップが開設されたのは注文住宅やリフォームなどを手掛けるカーサの新事務所ビルの1階。同社が社会貢献活動として場所を提供しました。1階の床面積は約124平方メートルで、厨房を備えたテナントスペースとゲストスペースがあり、店舗やワークショップの場として活用してもらいます。同スペースの運用と企画や出店者のマネジメントは女性起業家のコミュニティ、県の女性起業家起業家ビジネスプラットフォーム WIZ が行います。近年の女性の雇用率が高まりを見せる中で、仕事と女性の負担ともいえる過度な家事・育児の両立性を不安視する声が上がっています。三重県はそれを受けて鈴木英敬知事が育ボス宣言をするなど、男性の育児・家事参加など男性の役割分担を掲げていました。一方で同時に推進されているのが女性起業だといえます。金融機関から融資を借りて会社を起こすというよりも、家事・育児や両立できる範囲でビジネスを行うローリスク企業が女性に人気を得ています。女性だからこその問題意識や優位性を生かした事業展開は、美容系やインターネット、語学など多岐にわたります。このように自分の得意範囲であり、できる範囲でビジネスプランを立てる気軽な起業を、このチャレンジショップで実践できそうですね。それでは続きまして、11月25日水曜日一面、伊勢新聞政経懇話会33総研伊藤氏講演の記事です。伊勢新聞政経懇話会11月例会が24日三重県津市大門の津センターパレスでありました。33フィナンシャルグループ子会社でシンクタンク33総研の伊藤公明専務が、三重県経済の現状と展望と題して講演し、世界的なニーズの変化を踏まえて戦略を考えないといけないと訴えました。伊藤氏は新型コロナウイルス感染症の県内経済の影響について、同社が中小企業の景況感を調査した結果を踏まえ、リーマンショック時と同様の落ち込みを記録した、先行きは今回のコロナショックの方が若干良いが低水準との認識を示しました。ガソリン車から EV への転換が進めば、エンジンの部品など従来の 37% が不要になると指摘。県内の自動車部品産業の付加価値額が2013年から30年までに 13% 減少する、単純計算で従業員の3435人が削減されるとの試算を示しました。その上で、県内経済の発展のために自動車関連産業が変化に迅速に対応できるよう、県内企業の技術開発や販路開拓、人材育成に取り組む必要があると主張。蓄電分野などでの技術革新を期待し、県には補助や支援を考えてほしいと注文をつけました。コロナ禍における県内経済の影響、非常に気になるところです。講演者の伊藤さんが指摘されたガソリン車から電気自動車への転換、これがコロナショックから回復する施策になりそうです。電気自動車は資源節約や環境問題の対策としても注目されていますね。そして環境問題への取り組みが経済を回復させるグリーンリカバリーという考え方をご存知でしょうか。予定していなかったコロナショックでしたが、そこではポジティブな側面として挙げられるのは環境改善でした。二酸化炭素の削減や電気消費量の減少など大きな効果が見られています。グリーンリカバリーはこの環境改善をそのままにさらに促進し、持続可能な社会へ向けて立て直していこうという考え方です。今世界中でグリーンリカバリー政策が発表され取り組まれています。自動車製造として電気自動車の促進はまさにグリーンリカバリーだと言えそうです。今後の展開に期待します。
それでは続きまして、11月28日土曜日15面、鈴鹿多言語チラシでコロナ予防啓発の記事です。三重県鈴鹿市は27日の新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、外国人の感染者が増加傾向にあることを踏まえ、感染防止対策の徹底を求める多言語チラシを外国人が就労する市内の企業に提示することを決めました。末松紀子市長は同日の定例記者会見で、人権への配慮はもちろん大切だが、踏み込んで予防に努める必要があると指摘。文化や習慣の違い、言葉の壁で理解してもらいにくい部分がある、情報をどのように伝えるかが課題と述べました。コロナウイルス拡大に伴い、自治体は日本で暮らす外国人に必要な情報を与えることができないと苦慮しているといいます。他県では外国人留学生の寮でクラスターが発生するケースもあり、対応が急務だといえます。言葉や文化の壁がある場合、日本人以上に繊細な情報を伝えなければなりません。どのように予防したらよいのか、感染の疑いがあったらどこに相談すべきなのか、そういった不安は外国人の方にも大いにあると思われます。そこで彼らを雇用している企業がサポーターとなって、共に感染症対策に取り組んでいく、その姿勢を示すために、こういったチラシは必要となりますよね。全員で感染症対策を行っていきましょう。続きまして、11月27日金曜日2面、伊藤さと子さんが講演、エネルギーミックスをの記事です。三重県内の経済団体などで作る21世紀のエネルギーを考える会三重の地区別講演会が26日、津市の県総合文化センターで開かれました。フリーキャスターで事業創造大学院大学客員教授の伊藤さと子さんが、今こそエネルギー、地球環境問題を考えるとき、地域から元気を取り戻そう、ピンチをチャンスにと題して講演しました。伊藤さんは異常気象による災害など、温暖化が経済に大きな損失をもたらしていることを説明。国連で決定された SDGs を実現し、CO2 の排出量を削減する重要性を説きました。そのためには再生可能エネルギーを利用した発電と火力発電など、従来の発電をバランスよく組み合わせたエネルギーミックスの実現が必要不可欠であると訴えました。私たちの次の世代が豊かに暮らし、働けるように、地球環境、エネルギーの問題に取り組まなくてはならないと呼びかけました。日本でも毎年のように異常気象による災害が起こっています。これ以上甚大な被害を起こさないように、一刻も早く取り組みを広げていかなければなりません。そして SDGs という国連目標をよく耳にするようになりました。三重テレビ番組三重県応援団でも、県内企業団体の取り組みを SDGs の視点で解説しています。そこで具体的な取り組みなどを学んでいただければと思います。フリーキャスターの伊藤さんはエネルギーミックスを提唱されています。再生可能エネルギーの推進はまだまだ発展させなければなりません。伊勢新聞政経懇話会の記事でもお伝えしました、グリーンリカバリーの概念、これが好機となるようにエネルギーのバランスも見直していただければと思います。それでは最後に、11月28日土曜日5面、農業従事者40万人減の記事です。農林水産省が27日発表した2020年の農林業センサスによると、農業を主な仕事とする基幹的農業従事者は136万1000人で、15年の前回調査と比べて 22.5%、 39万6000人減少しました。65歳以上が占める割合は 69.8% となり、 4.9 ポイント上昇しました。比較可能なデータがある1985年時点の346万人から一貫して減少が続いています。基幹的農業従事者の平均年齢は 0.7 歳、上昇して 67.8 歳となりました。高齢で農業を辞める人が多いことが影響しました。担い手の確保が課題となります。農業従事者の減少、どのように対処していくべきなのでしょうか。最近ではこの課題を受けて、民間企業が農業に進出するケースが増えていると聞きます。民間企業が自社で使う原材料を実際に育てたり、 CSR や IR という側面で地域貢献するためです。また企業が参入していても、基幹的農業従事者は負けてはいません。今週放送の三重県応援団、ご覧いただけましたでしょうか。みかん農家の柿内農園さんをしっかり取材しております。柿内農園さんでは ICT 活用や若者農業従事者の人材育成など、まさに農業従事者減少を食い止めるヒントとなりそうな企業さんでした。ぜひアーカイブなどでもご覧いただけますので、気になった方はぜひご覧ください。
それではお別れの時間です。7つの海を越えて情報を世界に伝える地域情報番組、電子ローカルニュース。三重県内外の情報をこれからも皆様に届けていきますので、次回もどうぞご覧ください。